鎖を作ります。15センチ黒の折り紙1枚と15ミリの赤いシール、シールがないときは赤い折り紙を丸く切って使います。紐は30センチほど。バッグのチャームとか耳飾りとかにして遊んでください。紐の長さは使うものによって少し短くしたりしてもいいでしょう。黒い折り紙を白が中になるようにして三角に折ります。上と下の角と角を合わせて三角に折りましょう。しっかり押さえて折り筋をつけます。広げてぐるっと回して折り筋がついた上と下の角と角を合わせてもう一度三角に折ります。折り筋をしっかりつけます。次に四角に折りましょう。上と下の角と角を合わせて辺も合わせて折ります。ずれてないか裏返してみたら、ここに白い縁が出てなかったらずれてないです。広げてぐるっと回してまた同じように四角を折ります。はい、四角四角三角三角が、白い面から見たらみんな谷折りでできています。裏返します。黒い面を上にします。角を中心点に合わせて折っていきます。これは、4つの角を中心に合わせると四角い座布団のような形になるので座布団折りと言ってます。座布団折りをしますが、座布団折りは最初からぴったり合わせるのは難しい折り方なので、まずは優しく押さえながら1周します。2周目にずれているところを少しずつ調節しながらしていってあげるといいでしょう。2周目にしてもまだたくさんずれてたら3周目もしてください。だいたい綺麗になったら裏返します。裏返して四角にしてから折り筋をしっかりつけてあげるととても折り筋がつけやすいです。はい、しっかりつきましたら広げてください。広げたら裏返しにして今度は真ん中の線に合わせて四角に折っていきます。長四角に折りますね。両方から真ん中の線にぴったり合うように折ります。では観音折りです。そりゃ1回目観音折りができました。しっかり折り筋がついたら広げてください。2回目の観音折りもします。今度は、真ん中の線に合わせて今度は違った方向から折っていきますね。ぴったり真ん中に付き合わせになるように折りましょう。はい、両方折りましたら折り筋をしっかりつけて、では今度ここでこの横を押してあげてください。ずーっと押してあげると両方の角が上に浮き上がってきて、上から押さえるだけで簡単に四角く潰れます。もう一本もやってみますね。ここの下の縁を少しずつ押さえてあげると真ん中に合わせあったら、この両方の角と角がこのように浮き上がって立ってきて、そして上から押さえてあげるだけで四角く潰れます。うまく潰れましたら裏返して押さえてあげるとまた折りやすいですね。綺麗に折り筋がついたと思います。
はい、では今から真ん中の斜めの線に合わせてこの角をぴったり合うようにしていきます。これは勲章やくす玉織りとして昔から日本にある織り方です。ではこの線に合わせて織っていきますね。その時に注意してほしいことは、ここ真ん中がちゃんと尖るようにです。ぴったり合うようにしていきますね。両方から細長い三角に合わせていきましょう。なるべく隙間がないようにぴったり合うように合わせていきます。残りの3面も同じようにしていきます。はい、4箇所ともできましたか。真ん中がなるべく尖るように、そしてこの線にぴったり合うようにします。では今から平地潰しをしていきます。今折ってできた細長い三角を垂直に立ち上げます。垂直に立ち上げたら真ん中を広げていきます。広げて浮き上がってきたこの折り筋、この折り筋がここの境目にぴったり合うようにしてあげます。ぴったり合ったらそーっと押さえてください。この折り筋とこの境目がちゃんと並ぶようにします。隣も同じです。もしぴったり折れてたら、両方の開きつぶしで合うところもぴったり合うはずです、はい、残りの3箇所も同じようにしていきましょう。全部で開きつぶしをするところが8個、たくさんですね、はい、少しずつでいいですので押さえていって合わせていってください。ちゃんと合ってたら全部の角が合います。垂直に三角を立ち上げてから背中から押してあげるようにするのがコツです。はい、全部できましたらこの縁もそれぞれ合っていると思います。それではこの飾りのこの部分を先に作ります。これはこのように作りますので、ここの下の真ん中の両側 1、2箇所だけをちょっと折り替えると、このように上に向くカーブに黒が見えます。やってみますね。この中心からの両端ですね、一つずつやります。
このポケットを浮き上がらせてください。そしたら今折ってできたこの縁が浮き上がってきます。山折りに、この山折り線をここの境に合わせてみましょう。そして細長くこの三角になってなったら押さえてほしいんです。こちらもしますね。まずポケットを浮き上がらせます。そしてできたこの端っこの縁ですね、この縁が真ん中の折り筋に合うようにあったところでそーっと押さえてください。でさっき折ったところと合わせてみて、ここがぴったり合ったらいいです。ぴったり合うところで押さえましょう。はい、これで土台ができました。ここでこのピラピラするところを糊で留めてたらとてもやりやすいので、今のうちに全部糊で留めておきます。糊はまず外側の縁からいきますね。べっとり塗らなくても大丈夫だと思いますが、先に軽くでいいので少しずつ糊をつけていきます。もしこのような細い口のつけやすい糊がないときは、爪楊枝の先にボンドをつけて差し込んだりしてあげるととてもうまくいくと思います。さっき変形させたところは間違えないように糊でつけましょう。戻らないように注意をしてくださいね。糊をつけたら、一つ一つ押さえるんではなくて、まず全部にこうして糊をつけて、糊がついてしまったら押さえます。外側がつきました。今度中ですね、中もつけてしまいましょうね。この中と、このトゲトゲ4箇所ですね。この模様が取れてないのを確認したら、しっかり押さえて糊をつけます。糊がつきましたら赤いシールを貼ります。貼る位置はこの中心点に下が少しかかるように、なるべく左右対称になるように貼ってください。そしてシールは後で貼れるかもしれませんので、同じように木工ボンドを少しつけてあげておくと安心です。この赤いシールの上に少しかかるように黒い縁を折ります。そしてこれはこのまま縦に3等分になるように折っていきます。折り筋付けをします。裏返してほぼ3等分になるところに折り筋をつけます。少しでいいです。戻して今の折り筋に反対側から折ってみます。そして戻して
また今のところで折ってください。戻して今の折り筋に合わせて折ります。そして折ったら表側から見て、だいたい左右対称であればいいです。折り筋をつけて広げてください。この上が細い縁でいいので、ここの分厚い部分を後ろ側に折ってください。硬いので少し大変です。少しずつ折って曲げていってあげるといいと思います。そしたら分厚いから破れやすくなってるので、そうとさっきの3等分の折り筋でまた折っていきます。紙が破れやすくなってるから少しずつ折ってあげてください。ほぼ形ができましたら戻して、この後ろも戻して、ここに針をつけます。この分厚いところは引っ張られてくるので、そして裏返します。次にここの真ん中の部分に糊をつけます。そして紐を端っこを揃えて、ここに下から挟んでください。下から挟んだら上に上げます。上に上げて、この縁に反対側の縁を挟みます。これは右が上でも左が上でもいいです。入れやすい方に挟んでください。挟むのが難しいときはもう糊で貼り付けてもいいです。分厚いのでしっかり差し込むことができないと思います。そうしましたらここの中に糊を入れたら、紐が真ん中から出るようにして押さえます。あとこことこの中も糊を入れておいてください。丈夫に使えるように少し糊は普段より多めにつけてます。あとピラピラしてるところがあったらしっかり糊で留めておきます。しばらく糊が乾くまで重たいもので押さえておくといいと思います。出来上がり。